こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきたいと思います。頑張るぞいというわけで、高橋指導もアップできるんですよね。さあ、名探偵コロネット U の悲劇の続きをやらないといけないな。あと3日ですのでね。なんだろう、このチャレンジクエストって。あ、これは勝てないわ。無理です。コロネット U の悲劇、続きをやっていきたいと思います。ストーリー終わったら回収モードなんでね。おや？ボラーラ、ピザーラかな？おっと。塩をふとふりするとうまくなる。ない。お、謎はすべて解けた。どうしたんだろう。おや？何が起こるんだろう。これでストーリーモードが一個クリアか。はい、270って、あ、まだかな。まだ某温泉ゲームと勘違いしてる。敵は青なので土属性を選びます。すごいな。実はですね、ゲットしちゃったんですよ。あっと。これじゃない。学校暮らしの、これなんて呼ぶんだろう。キララファンタジアの、キャラですね。これが星4か。おお、デフォルメいいですね、なかなか。82はオーバーしてるとなるとつらいな。これでギリギリなのか。つまり星が高いとこのトータルキャストの消費量も大きいってことですよね。
さあ、これはスロースタートのキャラクターでいきましょう。違う。急、焦りすぎ。焦りすぎ。クルクにバレないように盗み食い。怒って、直腸型だな。マッチが部屋で襲われた事件。マッチって、空飛んでるキャラクターのことです。なんか声があれだな、キューベイだったっけ。そう、キューベイっぽいな。なぜですか、まったく。あ、中の人は仲いいんだ、キューベイ役の人と。ゆるゆりで、ゆるゆりキララじゃないけどな。え、なかったよな。コミックユリヒエか。おや、てかコルクが犯人じゃねえの。男、そうなんだ、いい匂いするんだ。石を詰める。どうや、これが犯人か、このキャラクターが。おや、びっくりしてる。主要キャラクターの一人が犯人かよ。おや、偽マッチじゃないのこいつ。隠しきれない。彫刻書。なんと、どうなってんだこれ。やるしかないってことね。え、でかい。何こいつ。これならあまりダメージ与えてないし。回復するんだ、勝てっこないじゃん。
やべえ。やばすぎ。これ倒せないと先進めないんだよな。第一死んだ。さあやるしかない。あまりダメージ与えられてないし。カオス先生はレベル3になった。回復はしたが、あ、結構ダメージ与えられてますね。これは使うしかないよな。あ、これボスだ。チェンジ。結構ダメージ与えられて始めましたね。カオススパイラル。来い、行くぞ。どんどんどどん。かわいい。結構ダメージ与えたな。さあ回復した。ああ、ここで終わってしまった。あ、でも結構ダメージ与えてますね。もうちょっとだ。これで一体倒れた。消えた。倒しました。うちのことが気になった。
かわいい。さあ、この後どうなるんだろう。本物のマッチだったのかよ。許されんのかよ。いいのかよこれ。はい。なんか単純だな。いや、これは。かわいい。これで、最後ですね、おそらく。ストーリーモードは。ありがとうございます。カット？劇中劇だった？素晴らしいです。なんと。おや？これで終わりじゃなかったりしてな。おっと、後日談がある。これガチャ引けますねーっていう。まあ次回にしますか、ガチャは。とりあえず今ストーリーを進めていきます。これバトルしないといけないんだよな。月属性1体いるから、間違えた。月属性は変わらないんだけど、あまりいい武器を装備できなかったのも原因かな。追記です。え？回収されてない。バッグみたいな。おや？
誰だ？あ、カム、カムリかと思ったんだが、おや？敵？でもこれだけじゃわかんないよな。あらまあ、わかる。バトルか。どだけ強いんだな相手。どうも簡単に倒せそう。簡単なクエストだったみたいですね。ライニャ、お腹すいた。本物？魔物買うな。まだ続きがあると思ったら終わり？おっと、シナリオクリアした。謎は残る。炎ですね。炎属性いきましょう。まあここはランクが低いキャラクターでいいと思います。まあ何もしないでもこれ勝てるでしょ。普通に手を下すまでもない。これでランクが35に上がりました。じゃあ行ってみますか。作れない。何を鍛えるんだ？4以上、こいつ、これを鍛えよう。アルケミスト。
これは戦士ですね。クエストに戻りましょう。やってやるぜ。また収集クエストですね。また土タイプ。オーマーすんのか。簡単に倒しました。また赤です。炎ですね。さあ行ってみましょう。ステップをかっこイミシン。さあ倒しきれないか。集団攻撃が欲しいよな。もうちょっと。さあ、チアと交代だ。あまりダメージ与えてない。あと1体。やりました。
もう一丁、中級ですね。また土属性。アリス行ってみましょう。さあ、行くわよ。あらら、こんなところで。これ。倒しましたね。召喚見てみますか。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。なるほど。やってみますか。ダメでしたね。今夜はお月様が綺麗ですね。さーて、今日も気合い入れるぞ。はい、というわけで、名探偵コロネット U の悲劇、こちらをやっていきました。この女の子は可愛いですよね。というわけで、また、キララファンタジアですね、やりたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。ゲーム動画でいこうでした。ご視聴いただきありがとうございました。